から随分感謝されていたといいます。しかし仕事にも村人にも恵まれ、やっと幸せが見えてきたまさにその時、和子さんもある悲劇が襲ったのです。なんで泣くのって言われた。なんで悲しいあの顔をしているのって言われた。果たして彼女を襲ったとんでもない悲劇とは。過酷だわ。婚約指輪ってさ、あの時は本当にいらないと思ったのよ。人生にはもっと必要なものがいっぱいあると思うもんね。まあ、たがまのご飯でも。やっぱりください。何になる？僕医者。私バレリーナ。なんかお金かかりそう。医者も？ミュージシャンになって世界デビュー。いつまで親に苦労かけそう。でもお金の専門家 CFP、AFP に相談すれば。大丈夫。ファイナンシャルプランナーの中でも厳しい試験をくぐり抜けた人が持つ信頼の FP 資格 CFP、AFP。